Star Talk 呢位超級嘉賓咧，我覺得用言語介紹佢唔夠，我決定唱出嚟嘅，大家聽住啦。青いウサギずっと待ってる。冇錯，就係當年咧將呢一首《碧綠色的兔子》咧由手語同埋歌聲結合埋一齊嘅酒井法子。さかいのりさん、なにこさん、緊張してます。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。上手。本当ですか。お歌も上手だし、日本語も上手だし、素晴らしいですね。ありがとうございます。実は本当に酒井さんの大ファンです。嬉しいですよ。もうありがとうございます。とりあえず香港の皆さんに、はい、まあ、もしできれば広東語で皆さんにご挨拶をお願いいたします。はい。大家好，我系酒井法子。それしか言えなくてごめんなさい。こんにちは。素晴らしいです。ありがとうございます。青いウサギずっと待ってる一人きりで震えながら寂しすぎ。今回はですね、17年ぶり の、はい、香港のコンサートということで、はい、まあ、きっかけを教えていただけますでしょうか。うん、そうですね、きっかけは、まあ、本当に、コンサートをやりませんかということでお話をいただいて、できるのっていう感じですよね。やっぱり17年も経ってますし、まあ、昨年度デビューして30周年だったので、まあ、日本でもコンサートを久しぶりにやったんですけども、うん、まあ、またねこういうふうに呼んでいただけてやれるっていうのが、まあ、きっかけというか、なんか皆さんがずっと応援してくださってるおかげだなって思います。はい、今回のコンサートのテーマを教えていただけますか。うん、そうですね、今回まだしっかりと具体的に決まってはちょっといないんですけども、うん、でもやっぱり2000年のそのアジアツアーの時に歌った曲とか、やっぱり来てくださるお客様っていうのは私と共に同じ時代を過ごして、うん、多分一緒に聴いてくれて育った方たち、同じぐらいの年代の方が多いんじゃないかなとも思うんですけど、うん、でも意外とすごい若い方もいてくれたりして、私の2000年のコンサートにね、うん、来たことある、その時は10歳でしたって、10歳って今27歳とか、うん、皆さんすごい若い時に見てくださった方たちもいるので、でもやっぱりどっかにこうみんなの思い出があると思うんですよね。うん、でも私もやっぱりコンサートとか行くとそういった思い出のある曲を歌ってもらうとすごい嬉しくなっちゃうし楽しくなっちゃうから、うん、はい、やっぱりそういったコンサートが一番いいのかなって思ってます。うん、じゃあ例えば大ヒットの青いウサギは絶対歌います。うん、はい、絶対歌うでしょうね。うん、歌わなかったらびっくりしちゃいますよね。実はですね、香港の人にとって、うん、まあ、酒井のり子といえば、うん、やっぱりドラマ一つ屋根の下、ね、素敵なドラマでしたもん ね、まあ、もし江口さんと、まあ、福山さんともう一度共演する機会があれば、うん、まあ、巨大以外に、まあ、どんなストーリーがいいと思いますか。そうですね、この2人とても素敵な、ね、俳優さんなので、もう共演もしできることがあればもう何でもいいです。じゃあ当時の思い出とかは、はい、まあ、一番印象的なことは何でしたか。そうですね、やはり江口さんはそのとてもクールな方なんですね。うん、だけど役はあんちゃんって言ってお兄ちゃんで、はい、うん、すごいこうなんてちょっとユニークな役だったと思うんですよね。だからそれをすごい葛藤なさっていたっていうか、うん、いろいろ自分のイメージと自分の存在っていうのと戦いながら、なんかあんちゃんっていう像を作ってあんなにいいこうみんなが感動しちゃう、うん、温かくてなんか守ってくれるお兄ちゃんっていうのができたんだと思うんですよね。そういう江口さんはとっても印象的でしたね。はい、うん、じゃあもし一つ屋根の下はもう一度なんか新しくリメイクされたら、うん、まあ、今の芸能界で小雪役は、うん、まあ、誰に演じてもらいたいですか。そうですね、今、うん、日本で、はい、うん、そうだな、小雪ちゃん、小雪ちゃん、まあ、自分がもう一度演じてみたいですか。それもいいですね。はい、そうですね、今だと誰なんですかね。うん、有村架純ちゃんとか、いいんじゃないですかね。いいですよね。はい、うん、雰囲気があるような気がします。うん、その透明感ね、あ、ね、はい、すごい素敵な子ですもんね。まあ、実はですね、今年は酒井さんデビュー31周年目ですよね。はい、じゃあ今の心境について
はい、まあ、お聞かせいただけますでしょうか。そうですね、もう本当にデビューしてからこんなに長く歌を歌えるとも実は思っていませんでしたし、うん、またこうやって香港に来れるなんていうのも本当に思ってなかったし、最初の香港の時も思ってたんですよ、うん、あんなすごいところで自分ができるなんて思ってもなかったから、ステージに立って歌いながらを信じられなかったんですよ、うん、なんでっていう感じの、そう、うん、それがずっと未だに続くっていうのが、うん、でもそれってとってもありがたいことだし、うん、もう奇跡みたいに信じられないことだと思うので、すごい大事にまたその、あの思い出を重ねていきたいなと思ってます、はい、なるほど。ちなみに酒井さんにとって、まあ、人生で一番大切なことは何でしょうか、まあ、例えば3つを、うんうん、3つ教えていただけますでしょうか。まあ、1つはやっぱりパッと思いついたのからいくね、はい、うん、そうだな、やっぱりお仕事は大事ですよね、うん、やっぱり、うん、すごい自分がもともと好きで選んだ道だし、それにご飯食べなきゃいけないしそうですね、そうですね、うんうん、やっぱり仕事をしてるとやっぱりいろんな普段の日常では体験できないこともたくさんできるしね、今日お会いできたのもそうですし、うん、はい、やっぱそういった意味ではすごい素晴らしいことだと思うんです、うん、あとはやっぱり息抜きとかその、うん、旅行とか、うんうん、やっぱり旅行ってなかなかえいって思わないといけないですけど、うん、行くことってすごく意味があるんじゃないかなと思うんですよ、うん、あと一つ、うん、そうですね、あと一つはやっぱりこう、うん、やっぱ子供を産んだ親だと分かるのかな、あ、やっぱり子供が元気であってほしいっていう、はい、うん、それがすごい願いかな、うん、息子さんと仲がいいですよね。うん、仲はいいと思います、はい、うん、息子さんはまあ今年今18歳です。そうですね、うん、そう、確か18歳そろそろ大学に入る。そうですね、でもなんか自分のやりたい道があるみたいで、うん、もしかしたらまたちょっと彼なりの道はあるかもしれません。あ、なるほど、うん、例えばまあ夢とか将来どんなことをしたいとか酒井さんにどう、まあ、相談してくることはありますか。あるあるある、うんうん、例えば建築家になりたいですね。あ、そう、ちっちゃい頃ね、そう言ってたの、はい、そう、すごいレゴが上手で、レゴをこう組み立てるんですけど、色とか形が芸術的だって私が思ったんですよ。だから、うん、ぜひ建築家になったらいいんじゃないって、うん、ずっと建築家って言ってたんですけど、はい、なんか最近またちょっと変わってきちゃう。今は、まあ、どんなことをしたいですか。まあ、それまだちょっと言えないですけど、うん、なんかやりたいことがあるみたい。ちなみに、まあ、酒井さんは見た目はもちろんスタイルもとっても、まあ、昔と本当に変わりませんのでなんか若さを保つコツや秘密を教えていただけますでしょうか。ありがとうございます、はい、ですね、人の生き血を飲むことです、うん、嘘ですよ、信じましたよ嘘でしょまあ、マジで信じましたなんかアイドルだからあれじゃないですか、僕のアイドルの中なんてね、はい、やっぱり運動したり、うん、食べ物に気をつけたりとか基本的なことですね、うん、日常の中でやっぱりこうちっちゃな積み重ねがやっぱりこう先々ちょっとずつ変わってきちゃうので、私もそこまでストイックには全然できないんですけど、あ、まあ、一応気にしてはいます、はい、まあ、ダイエットの方は、ダイエットはね、あんまりやってない。やってない、うん、もちろん食べ過ぎないようにはしてるけど、やっぱり、まあ、生まれつきのギフトですよね。違う、いやいや、それ言ったらもう長くなっちゃうけどいい、6時間ぐらいかかっちゃう。大丈夫ですもう本当に聞きたいですけど大丈夫ですっていうぐらい、まあ、いろいろね、はい、いろんなことをやってますけど、うん、まあ、適度にって感じです。はい、なるほど、うん、まあ、酒井さんは音楽、うん、ドラマ、映画、舞台、まあ、いろんな仕事もやってますけど、うん、その4つを、まあ、好きな順に並べば、まあ、どういうふうになりますでしょうか、もし。まあ、酒井さん、確かに歌が大好きですよね、うん、はい、歌も好きですし、でも意外と私はね、舞台が好きなのかもしれませんね。なんかお芝居しながら歌ってもいいし、でもこう一つのこうテーマがあってね、はい、でいろんな方たちと一つのそのなんていうかなストーリーを、うん、しかも一期一会というかその時来た会場のお客様のためだけにやるっていうのが、うん、なんかとってもね、失敗してしまうこともあるし、
ものすごくうまくいくこともあるし、なんかその掛け合いっていうのが同じことをやっているんだけど意外と違うっていうのがすごく舞台の魅力かなと思うので、舞台結構好きね。じゃあミュージカルはいかがですか？歌と舞台は、うん、まあ2つを、うん、まあ、コラボして、そうそうそう、だからそのミュージカルもしっかり、うん、お芝居もしっかりで、まあ、まとめて舞台って感じかな、うん、はい、うん、でまあそれからじゃ順番的には舞台は 今の一番ですか？もしかしたらトータル的に見たら、うん、そうなのかもしれませんね。じゃあ舞台以外に、まあ、これからちょっと挑戦してみたいこととか目標とかはありますでしょうか？うん、そうですね、何ですかね、うんうん、ちょっと自分じゃよく分からないですけど、はい、まあ、もう今はもうなんか受け身というか、うん、あのやりませんかって言ってくれる仕事を、うん、とにかくありがたくやらせていただくっていうのがなんかそんな気持ちです。はい、なるほど、うん、じゃあ頑張ってください。頑張ります。じゃあ、 あの最後にもし、はい、あのできれば、うん、なんかノリピコで、うん、本校のファンにメッセージをお願いします。ノリピコで、はい、ノリピコ、まあ、ちょっと、まあ、教えていただいてもいただいてもいいですか？そうですか、はい、どうしましょうか、うん、ノリピコって、まあ、あのこんにちはがヤッピーなんですよ。ヤッピーちょっと恥ずかしい。いえいえいえ、香港の皆さん、もうね恥ずかしいのよ、はい、私もね、やっぱりヤッピーの方で、そう、うん、いつもありが10、ありが10、ありが10 うん、そうですね、じゃあぜひコンサートは会いに来てください。バイピーっていきましょうか、うん、はいはい、いきますよ、はい、じゃあせーの、ヤッピー、香港のコンサート、皆さんいつも応援していただきありがじゅー、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 ぜひぜひコンサートに遊びに来てくださいね、はい、はい、ちなみにノリピコの中で一番好きなすいませんいいえ本当に、まあ、ファンとして聞きたいです好きな、はい、そうですね、ノリピコ一番好きなの、うん、やっぱりマンモスリピーなんですかね。マンモスリピー、うん、一回、はい、やりますか、やりますか、はい、せーの、せーの、マンモスリピー、マンモスリピー、バイピー、バイピー